お前らがやんちゃ坊主なことぐらいみんな承知や。少しつまずいたくらいで下向くな。おいおいどうした。時に何のために戦うのか自問自答しながら、青木選手がまたユニフォームに袖を通した。震え上がるほどの期待という名の別名プレッシャーに支配されては吐きがした。そんな加藤もどんな逆境も力に変えて、全て黙らせてやるぜ。歴史に名を残す時が来た。だって俺たちは間違いなく、そう誰が原動力。今に見てのが背中ホース、からまた腰段々縛るシューズ。青く気高きユニフォーム、こけてもまた立ち上がる。しつこいから端からす、折れない心それこそがルール。転がり落ちた2015はさすがに落ちた。どうなってしまうんだろう。溜まってくストレスに不本意なキャリア。事実を前に愕然と立ち尽くすあの日があった。まだまだいけるぞと響くスタンドの声に、息もできるほどの絶望的な悔しさを前に立ち上がると誓った。そんな加藤もどんな逆境も力に変えて、そんな試練とやらを皆で乗り越えてきたぜ。だって俺たちは間違いなく、そう誰が原動力。今に見てのが背中ホース、からまた腰段々縛るシューズ。青く気高きユニフォーム、こけてもまた立ち上がる。しつこいから端からす、折れない心それこそがルール。だから俺たちは間違いなく、そう誰が原動力。今に見てのが背中ホース、からまた腰段々縛るシューズ。青く気高きユニフォーム、こけてもまた立ち上がる。しつこいから端からす、折れない心それこそがルール。テレテテテレテテレテテテレテテレテテテレテテレテテテレ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 テ